3, 2, 1, go! やったー何回目だこれにトライ。やったーね、クリアできたらやれるもんだな。どうも皆さん、こんまいまい、ご視聴してくださりありがとうございます。本日はフライデーナイトザ13の続き、こちらフレディ VS ジェイソンをベースにした譜面をやっていこうと思います。楽しみだな。フェディバッチジェイソン見ましたもんね。あ、いきなりか。あれでもバーがない。いや、右にもう押さえてる。いや、右にすごい押されるな。おお、フレディ来るが。押し返した。でもずっと右に押されますね。なんだ？スピードが変わる。変則的だな。また遅かった。また遅く。
うわ、いや、きつ。フェディらしいっちゃらしいな。変則的な。おお、まだ早いな。さあフェディ待ちでさ。さあ殴り合いのシーンだ。殴り合いっていうか殺し合いっていうかシーンですな。あ、私ジェイソン側なんだ。そりゃそうか。いや、早い。なんとか押せばいいな。いや、高速だね。ジェイソンとフレディのラップバトル、またルッキー。うわ、また早い。うおー、いやー、またゆっくり。フェディらしい変則的な感じが出てて好きっすな。うお、超右に寄せられました今回も。行ったか。まだ。いや、いやー、まだか。またクリ。いや、マジ変則的だな。さあ、まだまだ続く。この間に入るの、BF くん。マジか。二人と戦ってる。マジか。うお、超右に押さえる。うお、すごい右に押さえる。いいよ。
きつい。ずっと緊張状態が続く。うおー、激しくなってきた。指がきつい。あー、しまった。ちょっと集中が途切れた。でもいけるな。譜面自体は速度に慣れればいけますね。あー、いえ、ふう、勝ったか。フェディのことだからまだ分かんない。あ、勝った、分かった。さあ最終決戦だ。燃え盛るってところで戦ってってことは、さあお互い満身創痍。 BF 君どこ行った。さあ、今回割とサクサク進めてみましょう。どうなる。で、曲が長いな。3分オーバー。手が右にずっと押さえる。うおー、いや、かっこいいな。ノーツーが多い。
あー、大島来たいやー、最後か？どうだ？まだ来る！ BF くん！短いでも、ジェイソン。うおー、これ最後のシーンか。曲自体短い。うおー、耐える。おお、クリアー。やったね、やったー。とりあえずこれであれですね、スイートリームス案外あっさりできたかな、前のやつよりは。次なんだろう。フェリーバースジェイソンとあれだ、13日の記憶パート1が混ざってると。パート1が混ざる、パート1が混ざるってことはパメラが出てくるのかな。というわけで今回はここまでさせていただきたいと思います。ここまでのご視聴とコメントありがとうございました。というわけで、次回はこちら、バックウェア、なんだこれ、イッタール？スターテッド？どういう意味かは後でまた載せますが、こちらをやっていこうと思います。これ終わったら、まあフリーモードになんか他の曲あるかどうか調べるって感じかな。またなんかアンロックされるのかもしれませんが。というわけで、今回の FNF はここまでさせていただきたいと思います。よろしければ、また次回も見てくださいね。
それでは皆さん、お疲れ号、よろしくは、もっととかの紹介もお願いします。